Engine for the Life。 車で行こうです。今日ご紹介する車はマイナーチェンジしたアウディ A5 です。初のクリーンディーゼルターボを採用した A5、 乗用域のパフォーマンスをはじめ、アウディならではの走りとそのエクスクルーシブな世界観を見ていきます。美しいデザインはもとより、プレミアムミッドサイズの実用性や機能性、走行性能にも注目です。はい、それではポイントを見ていきましょう。しなやかなルーフラインとショルダーラインが印象的なアウディ A5、 さらに磨きをかけてマイナーチェンジしました。全グレードでハニカムメッシュグリルを採用、往年のアウディスポーツクワトロを彷彿させるボンネットスリットやボディ一体型のサイドスカートを装備してエクステリアをアップデートしました。さらにマトリックス LED ヘッドライトを標準装備しています。インテリアはセンタースクリーンがタッチパネル式となり、操作性も向上し、シンプルでクリーンなコックピットデザインが印象的です。エンジンは2リッター直列4気筒ターボ、 A5 シリーズで初のディーゼルターボを設定しました。一部にマイルドハイブリッドを搭載し、駆動方式は前輪駆動と四輪駆動の2タイプで7速 DCT の組み合わせです。また歩行者検知機能など先進の予防安全技術も充実しています。アウディ A5 スポーツバック、クーペの価格帯はそれぞれご覧の通りとなります。今回はフォードアクーペのアウディ A5 スポーツバックのディーゼルターボに試乗して、高速道路と一般道で走りの実力を検証します。スポーティーに、そしてシャープにブラッシュアップされたアウディ A5。 今回は2リッターディーゼルターボを搭載する 40TDI クワトロアドバンスドに岡崎五郎が試乗します。Engine for the life。 さあ今日はマイナーチェンジしたアウディ A5 スポーツバック 40TDI アドバンスドに試乗しています。この A5 スポーツバックって僕は本当に大好きな車なんですよね。何よりもう外観の雰囲気が抜群に洒落ている。特に今日乗っているディストリクトグリーンというこのボディカラーはもう最高におしゃれですね。近づいてみると、これはまあメタリック、あるいはマイカーでしょうかね、がキラキラと輝いて、ハイライトのところがちょっとゴールドに見えるんですよ。そこがすごくおしゃれです。この A5 にはクーペもあるんですが、まあ、僕はもうクーペも大好きなんですね。まあ、やはり2ドアだとなかなかこう制約もあって、欲しいけど買えないという人もいると思うんですよ。 A5 クーペの持っているすごくおしゃれなところ、スタイリッシュさをこの4ドアで実現しているというところが一番の特徴です。インテリアで目を引くのがこの中央のスクリーンです。大型化されたと同時にタッチスクリーンになったんですね。まあ、本当にユーザーがどんどん広がれば広がるほど、分かりやすさ、使いやすさっていうものを必要だと思うんですよね。このステアリングのデザイン、握り心地、革の感触、スイッチの操作感、やっぱりアウディってもうすごくこうクオリティ、品質へのこの追求、その姿勢ってすごいですよね。まあ、今回のマイナーチェンジでメカニカルな部分ではディーゼルエンジンの搭載が大きなニュースです。今日乗っているのが 40TDI なんですが、190馬力の 400Nm という、これ結構力強いスペックですよね。低回転域からぐーっと湧き上がるトルクってこのディーゼルターボならではのものなんですが、と同時にやっぱりこうやって乗っていて、いや静かだなっ
て感じさせるのもこのエンジンのポイントの一つです。さあ料金所からのフル加速です。気持ちいいですね。あのエンジンの回転数自体はディーゼルなので、まあ、これ床まで踏んでも4000の手前ぐらいでシフトアップしてきましたね。まあ、足回りなんかもいいですよね。こう路面に対する当たりのこうマイルド感ですよね。でこのステアリングなんかもこう変にこう尖らせない、ちょっとこうマイルドにあえて尖りをこうなまらせている、そこら辺の味付けなんかも含めて非常にこう大人っぽい、そういう乗り味を味わわせてくれます。さあワインディングロードに入ってきました。今アウディのドライブセレクトをせっかくなんでダイナミックにしてみましょう。このステアリングがぐっと手応えを増す、それからこのエストロニック7速ですね、それもより低いギアを選ぶようになる、それから可変ダンパーがついてるんですが、それも3段階のうちの一番硬い状態になります。改めて、はい、こういう音を聞かせてくれるんですね。でもなんかこうディーゼルエンジンなんだけれども、もはやこのエンジンは軽快感みたいな、そういう、こう領域に達してますよね。回していくと軽いこうハミング音を聞かせてくれて、なおかつ回転の上がり下がりなんかも全然重苦しくないです。このマイナーチェンジした A5 スポーツバッグなんですが、やっぱりこのデザイン、なんといっても、それが一番の魅力だと思います。それに輪をかけるようにこの繊細なインテリアがあり、そしてこの素敵なボディカラーがあり、でこのインテリアの色合いなんかも外装色ともバッチリマッチしてますよね。どんな状況でも、この洗練されたアウディならではの世界観を強く味わわせてくれるというところがこの車の最大の魅力でしょうね。それでは安全性の評価に行きましょう。アウディ A5 スポーツバッグ、このようになりました。よくできましたです。そして燃費なんですけれども、今回試乗で392キロ走ってリッターあたり 12.6 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、走り始めて20分ぐらい私ディーゼルだったことをすっかり忘れてて、それぐらい振動も少ないし快適に走れるエンジンでしたね。だからこういうスタイリッシュで洗練された車ってディーゼルよりガソリンエンジンの方が似合うんじゃないかなって僕も思ってたんだけど、乗ってみるとこれだったら OK だねって感じだね。そうですね、はいはい、ではここで試乗したアウディ A5 スポーツバッグのユーティリティチェックです。まずは後席に乗ってみたいんですが、この流麗なクーペライン、フォードアモデルでありながらとても美しいシルエットですよね。そしてこのドアを開けていくと、この窓枠のところサッシュレスになっているんです。そのままガラスが出ているタイプですね。そしてここ乗り込んでいくんですが、ルーフが低い割に着座位置も低いので、意外とこの開口部を含めると想像よりも乗り込みやすい印象でした。実際の空間です。身長162センチの私で膝周りを見てみると、なんと原骨 3.5 個、結構広いですよね。そして頭上はというと、ルーフも低いですが着座位置も低いので原骨2つ分十分に入りました。そしてこのシート、結構しっかり体を受け止めるものですが、この角度自体は比較的立ち気味の角度という印象です。このようにステッチが入っているあたりも、ちょっとこのクーペライクなモデルの色気を感じますよね。アームレストには小物入れですとか、あとドリンクホルダーが回転式のものが2つついていました。さらに快適装備としては、この足元のところ、ここにエアコンの吹き出し口やエアコンの温度調整、シートヒーター、さらには USB も2つついていたりと結構充実しています。ラゲッジルームです。ハンズフリーテールゲートがついていて、このようにバンパーの下のセンサーに足をかざすと、このように電動開閉してくれるタイプになっています。これ開口部がとっても広いんですよ、この傾斜している分と、あと下の分が大きく開口部が取られていると、床面も低いんですよね。
この奥行きの部分もしっかり取られているんですけど、床は低くとても荷物が積み込みやすい印象です。さらに後部座席3分割式で真ん中だけを倒して両側に乗員が乗ったまま長尺物が積めたり全部倒したりできるので相当な実用性を持っていると、うん、そうだね。なんかこれ頑張れば自転車とかも積めちゃいそうな感じがするよね。そうですね、はい。Engine for the life。それではアウディジャパンの徳永さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。徳永さん、この番組でも A4 のマイナーチェンジを取り上げて、値段随分こうコスパ上がりましたよねとか、中身も良くなりましたよねっていう流れでの今回 A5 スポーツバッグなんですけれども、はい、僕同じような流れを感じたんですけれども、そこら辺は意識されてますか？はい、そうですね。やはりA5 につきましても、まあ、A4 と同じセグメントの車でもありますし、まあ、よりですね、価格を魅力的にするというところはですね、非常に力を入れてやってまいりました。変わったところはどこですか？はい、まあ、美しいプロポーションはそのままなんですが、はい、フロントの、グリルの形状ですとか、うん、それから前後のバンパーのデザイン、ライトのデザイン、うん、あとはサイドスカートですね、こういったところのデザインをブラッシュアップしております。はいはい、まあ、ヘッドライトはさすがアウディだなっていうこだわりようですね。ありがとうございます、うん、やはり光 の, 使い方だとか、うん、光り方、こういったところに非常に力を入れておりまして、うん、しっかりコストをかけて作っております、うん、あとインテリアが画面が大きくなって、はい、タッチ式になったじゃないですか、はい、あれはやっぱり前のやつって、まあ、慣れちゃえばよかったんですけれども、結構こう敷居が高いというか、まあ、使いづらいという声もあったんでしょうかね。そうですね、ロータリー式は慣れるとですね、非常に使いやすいという利点もあったのですが、まあ、やはり初めて乗られる方、それから今スマホタブレットが全盛の時代ですので、タッチスクリーン式の方がやはり入りやすいというところで、こちらのコントロール式が採用されております、うん、なるほどね。改めて見てね、いや本当にデザインいいなと思ったし、今回のこのグリーンって素晴らしいですね。ディストリクトグリーンメタリックというA5 で初めて採用された色になってまして、うん、まあ、ベースはモスグリーンのような、アーミーグリーンのような濃いめのグリーンなんですが、うん、光が当たると表面 の, メタリック層がですね、より黄色みがかった色になってますので、はい、黄緑っぽい光り方をしたりとか、うん、非常に自然 の, 葉っぱの色のような、まあ、どこに行ってもマッチするような色になっております、うん、インテリアにつきましても、やはり A5 という車の車格とお客様を考えてですね、うん、まあ、専用 の, シートを採用して、コントラストステッチですとか、より上質感を高める、デザインにしておりまして、まあ、外装との組み合わせでよりエレガントに、感じていただけるような作りになっております、うん、今日乗せていただいたのが 40TDI という、まあ、2リッターのターボディーゼルじゃないですか。でこれクアトロなんですけれども、 FF 系はちょっとその同じエンジン系なんだけれども出力をこう抑えている、このあたりは何か狙いってあるんでしょうかね。はい、FF モデルというのはやはりエントリーのモデルになりまして、うん、より高い経済性のところにメリットを出していこうということになりまして、うん、12V マイルドハイブリッドを採用した、まあ、より燃費性能に優れた、かつですね、価格的にも少し出力を落とすことでですね、うん、より魅力的な価格設定ができるということで、こちらのエンジンを採用しております。なるほどね。まあでもそうは言ってもこのディーゼルも1000キロ走れるわけじゃないですか、ワンタンクで。それってやっぱり魅力ですね。そうですね、うん、やはり遠出をした時に給油をしなくて済むディーゼルならではのメリットだと思っています、うんうん。こういう車ってスポーティーに走らせるのもいいけど、普通に流していてなんか気持ちよく乗れるって、それもまたこの種の車の一つの魅力だと思うんですよね。そうですね、やはりスマートで、インテリジェントな、走りの車ですので、まあ、汗をかくスポーツというよりは、はい、本当にこう軽く流しながらでも思い通りに進んでいくような、そういった走り方に向いている車だと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは A5 スポーツバッグの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは美しいカーライフを送るための魅力的なツールということです。
車の評価とか価値観っていろいろあると思うんですよね。走りがいいとか、まあ、速いとか、便利とか本当にいろいろあるんですけれども、僕は個人的には乗っていてすごく気分が上がるとか、そういうものを与えてくれる車は好きなんです。でこの A5 スポーツバッグに乗っていて想像したのは、あ、この車に乗っていると例えば行く場所が変わるとか着る服が変わるとか、もっと言うとさらにこう自分の気持ちがどん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 こう気持ちよくなっていくなっていう、そんな印象を受けたんですね。でそういう世界観を持っているのがこの車の最大の魅力だと思います。でバツ、これはステーリングの角度です。結構これ低く座れるんです。で、まあ、低く座れるというのは結構大きなメリットだと思って、シートを低くしていくと今度はステーリングがちょっとこう上を向いているんで、ドライビングポジションにやや違和感あるんですね。ここがもうちょっとこう垂直になるような調整できたらもう最高なんだろうなと、そんなふうに思いました。はい、私はマルラポイント、これは美しいプロポーションと実用的なパッケージングの両立です。まあ、低重心で美しいフォードアクーペにスポーツ性が増したステアリングをまとった今回のモデルなんですが、まあ、2ドアクーペの A5 とは異なり、フォードアだと、まあ、後席に乗り降りしやすいだけじゃなく、まあ、大きなリアのハッチは荷物を乗せやすいですし、それから後席アレンジでスペースを拡大できるあたり、まあ、美しさと実用性の両立見事にしているあたり素晴らしいなと思いました。バッテンは今回なしです。お、来たね。まあ、だってこれだけ美しくしかも実用的でありそれでいて走りもいいじゃないですか。まあ、ともちゃんそんだけ言うんだったら買っちゃうっていうのも手かもしれないね。いや、こういう車が似合う女になりたいですね。はい、はい、というわけで2人の評価このようになりました。Engine for the life。さあ今回アウディ A5 スポーツバッグを取り上げたんですけれども、ともちゃん久々のバツなしが出て、さっきいやこんな車が似合うように私もなりたいですって言ってたけど、はい、結構似合うと思うよ。本当ですか？うん、あ、それすごい嬉しいですね。うん、いや多分ねこれ行っちゃったら相当いい感じで乗りこなせるんじゃないかなと思うし、僕は今回この車実際触れてみてね、で乗ってみて、なんかこう今って SUV ブームじゃない、はい、でポスト SUVでどういう車になるのかなっていろんなところで聞かれるんだけれども、確かに広さだったらミニバンでも違うなとか、そういろいろ考えていくと実はこういう実用性もあって、でもめちゃくちゃかっこいいパーソナル感の強いこのジャンルっていいけるんじゃないかなと思うんだよね。そうですよね。いきなりその空間的な実用性が損なわれてしまうと、うん、やっぱり使いにくくなってしまうし、うん、でもその点今回の A5 のスポーツバッグは、うん、背が低いのに後席や荷室の実用性もある、うん、これとっても素晴らしいパッケージング技術ですよね。うん、そうなんだよね。で例えば立体駐車場なんかにも無理なく収まるとか、そういう、こう日常的な使い勝手でいくと、まあ、SUVよりまあにも詰めないかもしれないけど、でもね結構いいんじゃないかなと思うし、何より、まあ、SUV も僕はあの世界観大好きなんだけれども、それとは違う世界観ってこの車あるよね。まあ、後席に人も乗れるし、うんうん、お父さんもかっこよく乗れるし、奥様もとても素敵に乗りこなせる一台ですね。うん、だからもうイメージもね、僕今日は丸でね、あの美しいカーライフっていう言葉を言ったんだけど、まさにねそんなものを提供してくれる一台なんじゃないかなと思いました。それではまた来週。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。 Engine for the life.